もうちょっとで着くね。ナビではあと 1.2 キロ。天気が良くて良かったよ。明日からね、また雨が降るみたいなこと言ってたね。明日は雨が降る。雨が降るって言ってたけど、明後日はね、お袋を連れてさ、田舎まで走らないといけないしね。仕事も大詰めを迎えてるしさ。およそ300メートル先、二連通下を斜め右方向です。まもなく二連通下を斜め右方向です。二連通下。二連通ってあるの？そうだ、途中でさ、ご飯食べようって言ってたのに、結局ここまで来てしまったね。海浜公園左ってなってるけど、まっすぐ行けって言うけど、まっすぐ行ったら薩南病院の方へ行くんじゃなかったっけ。この道はまもなく左方向です。まもなく左方向です。あ、やっぱりそうだ、県立薩南病院って。標識があったね。慰霊塔がいっぱい立ってるよ。うん、どっちにどうやって行けっていうの？ここは車中泊ができるのかな。管理棟で聞いてみるかな、後で。いつもね、じっちゃんここはテント張りでね、キャンプに来てたんだよね。管理事務所なんだけどさ、ついでだから聞いてみるかな。ここ車止められないの。進入禁止。ちょっと聞いてみようかな。ついでだから管理棟の前を通ったから聞いてみようかね。こんにちは。すいません、ちょっとお聞きしたいんですが、はい、ここは車中泊とかはできるんですか？車中泊はできないです。あ、できない。もうちょキャンプ場で、要するにキャンピングカーだと別ですよね。普通のそのキャンピングカーとか、はい、そういうのだったらいいけど、車中泊っていうのはできないわけですね。はい、
それと普通のテントとかそういうやつだけですね。はい、わかりました。キャンピングカーのとこは料金はいくらぐらいなんですか。パンフレットを押してください。はい、ここにありますので開けていただいて、ここにございますね、はい、ポートキャンプ場というのがございますので、はい、ここにありますね。あ、上にね。通常はもう定価がこれですね、はい、で時期によってはこういうふうにお安くなる時があります。あ、時期によってね。そうですね、シーズンオフとかは安くなるのかな。そうです、そうですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。車中泊、通常の車中泊はできないんだね。車中泊しようと思ったらさ、オートキャンプ場で通常のあれをしないとダメなんだね。これをどうやっていくのかな。およそ300メートル先、左方向です。その先、左方向です。一方通行なのかな。あ、テーブルがあるんだけどな、この辺りは。だけど車は止めたらいけないのかな。駐車場がないんであれだよね。あ、ここがオートキャンプ場なんだ。その先、オートキャンプ場なんだね。電源もあるのかな、オートキャンプ場。オートキャンプ場書いてあるけど、電源はあるの？水道は、あ、あるね、電源もね。水道と電源がついてるね。左方向です。向こうへ行けるのかな？このまま行けるのかな？いけそうだね。あれではナビではいけそうだ。こっちがバンガローだね。バンガロー。ここはね、夏休みとかさ、子連れで来たらさ、いいんだよね。子連れで来るとさ、あれ？行けないぞ。行けないぞ。駐車場は？夏場来るとさ、子供を連れて家族とかさ、まあ家族じゃない、子供が喜ぶのか。子供を連れてさ来ると、夏休みの間はさ、もうすぐそこは海なんだよ。海なんで、あれ行けないよね、通れないよね。左方向です。左方向ですって、ここは行けないよ。行けないから、こっちからは出られないんだね。朝さ、早く、なんていうの、地引き網があったり。あ、いえ、迷子になっちゃったぞ。迷子になっちゃったよ、迷子に。迷子になっちゃったよ。
地引き網があったりさ、それとかね、夜になるとさ、星の観測とかね、そういうのがさあるんだよ。だから子供とねキャンプに来るのにはいいよね、ここはね。施設も充実してるしさ、向こうに行くのはどうやって行けばいいんだっけ。結局ここはあれだよ、遊歩道とかさ、自転車のあれがあるから、自転車専用とか遊歩道になってるからさ、車入れないんだね。久しぶりに来たけど、右方向です。久しぶりに来たけどさ、よいしょ、いいとこだよ、ここはいいとこだよね。まもなく左方向です。その先、左方向です。いや、ナビはもういいよ、ナビはいいよ。左方向です。ナビはいい。あれどこだったっけ、あの橋とかさあるのはどっちだったっけ。施設がね結構広いんだよね、ここはね。プールもあったりとかさ、サッカー場もあるんだね。あれ、じっちゃんよくわかんなくなったの、迷子になっちゃったの。これどうやって行けばいいんだ。ナビがつい出口で左って言うもんだからさ、左に出ちゃった。逆だよ、今見てみたら。あ、そうだ、ご飯だよ、ご飯。とりあえずご飯食べないといけないんだよね。どこで食べる、どこで食べるかな。駐車場にさ、テーブルがあればいいんだけど、ここはねほんといいよ。じっちゃんは若い頃さ、3日ぐらいテント持ってさキャンプに来てたよね。3日ぐらいねのんびりしてた、ここで。あの頃はさ安かったんだよね、テント一張り1000円ぐらいだったけどな。今いくらぐらい取られるんだろう。上がってるんだろうね、あの頃からするとさ。まあこんだけの施設をさ維持管理するのは大変だよね。その先左方向です。およそ300メートル先左方向です。かこの辺りをさ、左方向です。いやじゃなくてここだよな、ここを左だよな、違うとこを左に行けっていうよ。まもなく右方向です。ここちょっとナビ君には黙ってもらおう。ここを左だよ、まだ先に行けって言うんだよ。どっかこの辺りでさご飯食べようかね、この辺りで
ご飯食べようかなって思うけど、なんかテーブルになるようなものがあればさ、いいんだけどね。ここだよ、ここ。入れたっけ、向こうは行けたっけ。あんなとこに、あんなとこでご飯食べてる人がいるね。ご飯食べてる人がいるね。駐輪場、ハートだ。ハートがある。一番奥に、あ、あった。あったね。ここにテーブルがあった。ここで食べようかね。ここで食べよう。ここにテーブルがあった。